皆さんこんにちは、サクヤです。さあ今回は仁王津マムシの新規こちらやって攻略していきたいと思います。ではねやってみましょう。まあまあ推奨レベルはそんな高くないのでいけると思います。じゃあ参る。あ、ちょっとやってるんだけどね、申し訳ない。さあ美濃国鷲山。ひどい有様だな。そこら中壊されてる。あたりには吉達軍の人間だけじゃなく、あやかしまでいるようだ。そう。これさ、なんか顔アップで見れるとか、あ、こういうことなんだ。なんかクリエイト画面と見るのと比べると結構違うよね。結構集めたんだよな。多分あと1体でコンプだと思うんだよね。ではでは、さっくり進めるか。あ、常闇なんだよね、やっぱり。これ上のさ、このうんこ野郎さ、うぜえんだよな。こいつ、マジで。結構、しぶとい系、しかも。しぶとい系。まあ、ここは一回行かなくても。ということで、ちょっと、スルーしていきます。あっさり死ぬな。こっち回ってくる感じだな、こいつ。いやー、ソロプレイとね、結構ほんとサクサクだね、ほんと。これどこマジむずいからね。すっぱ抜きはね覚えたんだ。あ、じゃバレたバレた。今のおかしくない？今のおかしくない？あっ、今度はやられねえぞ、この。どっかで助っ人呼ぼうかな。なんかマレビテ呼んでもいいんだけど、多分まあすぐ死ぬだろうな。ここはね、別にまあ、アイテムあるくらいだから、そんなに気にしなくていいかな。あ、上忍者いねえんだ。ありがたいね。あれ？すっぱ抜きまだ覚えてなかったか。しょうがない。じゃあここはダッシュで駆け抜けるわ。よし、オッケー。さあとりあえずもうちょっとかな。なんか装備1個空いてんだけど、この人
これ連れてこっか。役に立つかどうかは分かんないけどね。おお、あ、こいつ見た目のために装備外してやがんのか。そういうことか。なんて野郎だ。ちょっと足りねえじゃねえか。まあ仮のとかあるかもしれないね。重量とか。自爆しやがれ。え、俺もうあいつ嫌なんだよ俺。こいつさ、結構近くに見るとあれな感じなんだよね。あれな感じって何って感じだけど、結構作りがリアルなんだよ。あ、やった。まあスルーするのもまあ一つの手ですわ。さっくり、あーと、そうそう、ここのね、あの塗り壁やってからここに来るとね、2発ありました。いや敵少な。いやーちょっと待って、結構いっぱい使ってきちゃった。どうしよう。ガキ一発ぐらいで仕留めるか。さ、あとは猿。まあ無視するのも一つの手だってな。でここの下に、あ、降りたいんだよね俺は。なぜ、ああ降りたいんだけど、ショートカット開けに行くか。待って、なんかもう一個弾しろなかった。え、この赤い印は何？なんだろう。まあいいや。もう探知できるものを増やしておくといろいろ便利なんだけどね。さ、オープン。どうしよっかな。うん、一回あげようか。ちょっとレベル上げて。ね、どうしようかな。まあ心、いや、ちょっと待って、武と剛が足りないんだよな、なんかの装備で。ただね、装備の重さ比率的にっていうかね、あの多分全体的に10くらいまではね、結構数値いい感じに上がるからやった方がいいかな。特に重要はね、結構大事。あー、ちょうまい。危ない。まあ戦略取れたから、まあよしとしよう。まあ、こっちは行かない。でさ、こっちか行った方がいいんだよな。入って。
うん、下まで落ちた。とね、ここのガキをまずは倒した方がよし。そんで、いや、こいつ倒せるかな、弓で。厳しいか。で、こいつをね、先に仕留めていた方がいいかな。すかした。OK。で、ここにも、あの、薄っぺらいやつが、いないか。大丈夫か？だな。アウチ。いや、うぜ。で、とりあえずこれ1個でしょ。で、ね、ここら辺にもう1個、あれ、こっち逆だったかな。お、あ、こっちかな。こっちももう1個あんだよね。ちゃんと全部壊してからいかないと、あの、ボスマップが結構しんどくなるんで。見えねっつの。まあ妖怪化するのもまあ一つの手段ということで。楽人倒す。いってよし、 OK、 確実にいく。よし、で2個目でしょ。多分どっかに小玉もあると思うんだけど、それはまあいっか。確かんー、どっかこの辺にあったような気がするんだよね。スネークスリーちゃんゲッツ。こだまね、これにいた気がするな。あぶね。マジこいつの紙攻撃マジ嫌い。よし、オッケー。戦略。上にいねえだろうな、大丈夫か。あやかし狩りにはもってこいの武器だが、俺じゃ技量不足だったか。濡れ女なんかにやられちまったのか。残念なやつだ。あれ、こっちじゃなかったかな。あ、さよなら。消えちゃったよ、もう。で、本当はね、お忍びで行きたいんだけど、もやもやゾーンへ。暗闇のとこね。
やっちまった。ぶっちゃけでかくなったやつの方が苦手だわ。なんか動きが読めないんだよな。あぶない。あ、バレたバレた。なんか猿無限ループハマってる。あの橋下ろしに来てな。なんかあの猿やだ。あ、こっちなんか出てくる。それもダメだ。あいつには一旦帰ってもらって、そしてから行こうかな。これ遠距離系だから多分一発。よし、あいつに見つからないようにね。大丈夫、この距離は大丈夫か。ちょ、お前その俺はしごおろすの邪魔しに来てる感じ。そっちから来てえな。でもな、あの奥の石をぶっ壊しに行きゃいいんだよな。ガキさん、あと蛇女か。これ俺苦手なんだよ本当。あ、全然買った。これで使えるようになった。ということで、さあ毒沼も全部消去したところで、はい、もうすぐボスだね。ボス前のモヤモヤとかあったらとりあえず処理しておきたい。暇というのを負担ってことは、まあ弱点か何かなのかな。いや、あった気がするな。おっと、それはないな。それでなんかちょっとレベル上げてから行こうか。と思いますね。じゃあ今回はここまで。じゃあ次回、八つの神挑戦していきたいと思います。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。